暮れの大一番へ、3歳馬から10歳まで多彩なメンバー、第13回鹿島王冠スタートしました。横に広がりました。まずは先行争い、内から1番のトランセンデンス出ていくか、中からは11番ワークアンドラブ、そして15番のフィアットルクス、連れて12番ノーブルサターンも後位へ。広がった先段に3番のエルドゥクラージュ、1コーナーカーブ前を見ながら10番リコーワルサー、2番セイカメテオポリス、中段に5番のコズミックフォース構えました。あとは後方固まって16頭1段です。1、2コーナー中間を通過、11番のワークアンドラブが先頭リード体半分、同枠12番のノーブルサターンが2番手、さらに迫っていく15番のフィアットルクス、3頭広がって向こう上面に出ました。1番トランセンデンス4番手、外には3番エルドゥクラージュ、10番のリコーワルサー、その後ろ中段前に2番のセイカメテオポリス、5番のコズミックフォース、接近は7番のリッカルド、内には6番のアングライフェン、あとは後方の一角に14番のゴールドホイヤー、その後ろ広がってデアフルーグ、マンガン、内にはサブの黒ヒョウ、3コーナーカーブ、後ろから2投目9番ドーバー、そして最後方は8番のブレスジャーニー、依然固まって3、4コーナー中間を通過、逃げるのは11番のワークアンドラブ、ここで動くのはリコーワルサーとフィアットルクス、リコーワルサーが先頭に変わるか、ついていくのはフィアットルクス、4コーナーから直線、馬場の真ん中、リコーワルサーが抜け出す、2番手は15番のフィアットルクス、外に出して伸びてくるのは5番のコズミックフォース、さらにはトランセンデンス、セイカメディオポリス、先頭はリコーワルサー200を通過、追ってくるのはコズミックフォース、内を狙うフィアットルクス、さらに伸びてきたのは6番のアングライフェン、1番トランセンデンス、セイカメディオポリス固まったが5番のコズミックフォース、わずかに先頭ゴール、5番のコズミックフォース混戦を断ちました。三河本典史、2番手はどうやら10番リコーワルサー、外には6番のアングライフェン、さらには2番セイカメテオポリス、1番トランセンデンス、この辺りまで固まっての入線。